キティちゃんだこれ、見て。キティちゃんだ、気づかない。だいたいですね、約1泊1万円ぐらいでした。どんなお部屋かちょっと紹介の方します。まずこちら鍵がですね、開けるタイプになっているので、自動で閉まったりしないタイプ、オートロックではないですね。はい、じゃあこちら中どうぞ。すぐに洗面所があります。で、お隣がおトイレがあって、洗面の方はなんか、なんだろう、セットオイルとローションとクールトリー、男性の商品が置いてあるかな。はい、あと冷蔵庫があります。お部屋こんな感じでした。8畳ぐらいかな、お部屋8畳ぐらい、 7.5 畳ですね。浴衣の方が、浴衣がなんか M サイズしかないってことだったんですけれども、一応ですね、備え付けは M サイズで、ちゃんと小さいサイズ S から LL まで置いてました。自分で取ってくるような形ですね。あと外は開けると、あ、川がありますね。川の音が聞こえます。せせらぎが聞こえます。朝きっと気持ちいいかもしれないですね。はい、とりあえず到着の乾杯の、お疲れさんの乾杯です。とりあえず乾杯。美味しい。ここのホテルにあったのがこちらですね。役の絹餅っていうんですかね、お部屋付きのちょっと食べてみたいなと思います。あ、すごい美味しそう。お餅になってます。うん、美味しい。こんにゃくだ。お食事いきます。キティちゃんもいますね。フリー席です。はい、じゃあ夕食で、あとバイキングなので、まず季節の天ぷらから行ってみようかなと思います。これいいね。これは食べるものがいっぱいありすぎて、どうしよう。すごいね、ここお食事が、うん、ねえ、他の唐揚げがあります。すごいおつまみいっぱいありますね。群馬特産ピリ辛こんにゃく。ここのあっちにあって、あれもあるよ、チャーハンもあるよ、カニチャーハン。カニチャーハンあるんだよ。だから向こうの人だけのあっち。
ャラブキはいいか。ビールが2回目。ブルカッチって書くんだ。あ、なんかこれいいね。綺麗だね、カクテルね。チーズフォンダー。あとですね。おたしゃぶ？うん。そうです。おお、いいね。きれいに告げるね。はい、じゃあいただきます。生持ってった。はい、乾杯。あ、間違えちゃった。ちょっと生ビール自動でできたので、はい、乾杯。とりあえず生天ぷらからちょっといただこうかな、せっかくだから。昔はね、うん、ローストビーフ天ぷら美味しい。うまい。揚げたてだからね、うん、職人が揚げてるんだよね。天ぷらうまい。うん、旬だよ、美味しい。うまい。タラの芽も美味しい。これサプラグスが立ってた。私もローストビーフ結構目玉みたいだから。ビールのおつまみ、うん、一口でいっちゃうかな。これビールが進むね。うん、うん、食べきれない種類があるね。うん、すごいね、うん、このバイキングすごい美味しい。ゆっくりいただいてみたいと思います。これ何だ。あ、牛じゃない、豚なんだけど、どうしよう。すごい豚肉、すごい美味しいです。ゆっくり。結構海苔よく言ってくれたの。ごまだれと、ポン酢。すごい柔らかいでしょ。すごい柔らかいお肉です、これ。これパパ、今半より今半よりとうまい。今半牛だけど、これすごい美味しい。カニ結構美味しかった。水豚だこね、グラタン。そう、カニ。これカニカマ。そう、カニカマってか、シイタケかな。カニカマで。ね、うん。いや、食べるものがみんなうまい。美味しい。このじゃあ、幽庵焼きだっけな。これもちょっといただいてるのかな。メダイ。もしよろしければ、朝ですか。え、新しいものから頼んだ。タイですね。そちらもよろしい。本当に美味しい、はい、うん、美味しい。ここすごい美味しい。料理がすべて美味しい。安いね、これで1万円だったらね。サラダです。はい、これちょっとチョコレートフォンデュ3種類あったので、はい、あ、刺身も来ましたね。いっぱいありすぎて1回で取り切れなかったので、じゃあちょっとこっちのチョコレートフォンデュから。これマシュマロですね。うん、たまらない、美味しい。マグロ。あとケーキも4種類ありました。結構ケーキは小さめだから全種類いけそうです。これチーズケーキ、あとプリンと抹茶がありました。総菜コーナーからですね。こんな感じですね。はい。ね。何種類もあるね。うん。ね。本当にね。こちら。うん。ガラムの。グランブルーです。うん。アスパラベーコン。美味しそう。うまいです。はい。サラダバーです。もちろん納豆もございます。温泉卵も使えるよ。ほんとだ、温泉卵もあるね。はい、今なんで刺身こんにゃくがあります。味噌おでん、
ですね、マカロニグラタンのパンコーナーですね。結構ありますね。温めてお召し上がりくださいということで結構並んでます。10個これが裏通りです。このホテルがこちらの裏のところにありますので、この裏通りを使って休憩所の方を歩いてみます。はい、こちらが石前館本館です。こちらですね、そう、はい、こちらです。千と千尋の神隠しの舞台になったとも言われているところになりますね。中央文化財にも指定されています。アジタ遊びの散歩道っていうところを行ってみます。こちらですね、あ、やってるじゃん、ここ。誰だ、さやちゃん、倒れた、ちょっと寝た、やばい、下手した。
お、動いた。ロボットに乗るな。パパの頭がいい。うん、そうだね。あれ？あれ？横向くだけなんだけど。重たいのかね。なんか下に怒ったんだよ。うまく言えないから。すいませんね。それ落ちないんだね。動くだけなんだ。どこの階段だったのね。チェックアウト終わったんですけれども、こちらの方の名物がやはりここカフェフロレスタ、あのキティちゃんのあのいろいろとカップの上にあの絵を描いてくれたりとかするところがあるので、ぜひ行ってみようかなと思います。ではレッツゴー。はい、こちらがお稲荷さんです。どんな感じかな、うん、あら、かわいい。すげえ、耳立ってる。耳がちゃんとついてるお稲荷さんでした。かわいいです。はい、来ました。動画撮ってます。入れてます。かわいい、プル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 、すごいです。動画描いてます。キティちゃんのこれね、かわいいんです。みんなお顔がついてる、お耳がついてるので、こちらの方がちょっと一口いただいちゃおうかな。その前にお茶を。うん、抹茶だ、美味しい。なんかちゃんと折り紙にもあって、かわいく置いてますね。天然記念物ということで、こちらですね、四万の凍結凍結というところに来てますが、陶器はですね、
閉鎖中ということでここからしか見れないみたいです。もうすごい綺麗ですね。すごい、うん、ね、本当ね、うん、ここね、